するしない？ということでね、うん、まあなんやこんかんやいう曲折がありまして、これがオーラスの一本場ですね、はい、もうすぐ得点が出るんですけど、うんうん、実はあるじゃん、なんとラスね、あらやっぱこの短期決戦でこのラスだけは引きたくない。これ近いですよね。そう、2着まで2100点差、でそれ3着ね、ほんとや、5300点差、トップまではなんとたったの18500点差、もう全然倍率も OK だね、うん、倍率もするタイプだもんね、打ち手的に。そうですね、うん、今野さんもね、あの2日に1回は倍率もするタイプ、ね、もう倍率もしか狙ってない、ね、倍率もするためにもう倍率もしか狙ってない、倍率もしか狙ってない、そう、倍率ものは条件のうちの条件だと思ってるから、うん、まあ倍率の条件はいけるかなと思ってるぐらいだから、ちょ変えよう、変えてこいけんのよいけんのか、勢いに勉強したのよ、いっぱい。なるほどなるほど、でじゃあもう、これははるちゃんも条件があると。大三元だよね、たくさんの人も大三元だよね。でもね、1ピンで4ピンから入ってるからね、いてこれ 2、6上がろうってそうね、うん、まあとりあえずでも26上がると3着に上がると、うん、そうそう、で5300点差なんで、うっかりリーチ棒が出た後に直撃をすると2着になっちゃうんですよね。あ、しかも今回1本場なんで、うん、これ1200戦も OK だね。そうだ、え、プラス26は日給直でも OK。 あ、ほんとだ、これ実質2着ですね。実質2着、実質2着みたいなもん、手配は実質2着の手配になってるね。ね、で、ドラガリアンマンで、で、チュンがあんこで、うんうん、9ピンポンしたらもう26 OK だよね。ね、で、ヤクヤクでしょ。ヤクヤク、あ、9ピンじゃねえよ、初ポン、初ポンでもすでにね、そう、もう26ドラだもんね。あ、すごいすごい、もうなんだイーシャンテンやん、今見た、いてぇ、こういう、こういう風があるとやっぱりね、ラス目になっちゃうんだよね。そう、ラス目になっちゃうよね、ターン選択の2分1が外れるっていう。あ、でもこれさ、うん、今気づいたんだけど、うん、このペン3ピン入っててカウンマンテンパ行って、うん、リーチ打つの残忍、リーチチュンドラどっからでも OK になるよ。え、でも逆にね、うわ、本一いった、あ、こだわりの本一いった。でもそれって初ポン5にいいっすよね。そう、初ポンのいいスマ、でもそっか、出上がり64 OK なのか、64 OK、 でもね、これで、ソテン欲しい、うん、2200点差、まあノーテンバップで1着順アップか、そう、全員ノーテン、あ、テン、全員ノーテンだ、だ、だ、だと仮定してね。まあでも親は来そうだけどね、それでも、うん、なかなか難しい選択だね。難しいですね。僕はね、でもパンチも入ってるからね。ポンされてるからね。僕はね、そう、こういう真ん中の具形はあんまりリーチしちゃいけない流派なんですよ。あ、そっちの流派？そうそう。打点が条件が足りてたとしてもってことね。あ、亀仙人、あ、間違えた。師匠の教えでね。お。これつもり三暗号でね。またやめても OK だもんね。そう、違う4000、8000の分見えるし、リーチいつもヤクヤク3アンコドライチューラさん、おお、うん、リーチ打つんだ、それは、うん、それはリーチ打つの、パピンポン入ってるからね、キーピン上がりるし、ね、あ、そっちのシ シャンパン OK なんだね。シャンパン OK、 シャンパン OK、 あらららら、うわ、ドラドラだ、うわ、でもこれ難しいね、これスーパーむずいな。もういっそ9ピン切る、チーで OK だもんね。そうそうそう、ウーマン3万の受け入れでチーを OK、 全然投げなさそうだけどね。3万2枚自分から見えてるのか、うん、これ難しいね。ねえ、やっぱパピンポー入ってるのが、そうなんだよね、9ピンが拾いたいんだよね。あとやっぱチーしかできないのとポンって言えるのってだいぶ違うんですよね、うん、やっぱ初ポンもできるしね、これだと。 うわ、テンパイだこれ、あらららら、1万のリーチ、そして3着目の親からリーチ。まあでもさ、うん、引けないでしょ、もう。そうね、はるちゃんこの手だったらね、これはもうやめたくないですよね。あら、楽シフトに分けてるから2、4、6ってなってる。チーピン無筋だけど、いっちゃうか、いっちゃうか、もう。俺でも行ってる時もね、はるちゃんの心境はほんと怖いのよ、はるちゃんの打ち手だと。よくあるよね、うん、泣きながら押すやつ。そうそう、もう押したくないのにな、押さなきゃいけないしなみたいな時ね。なんかね、映画とかでね、うん、犯人がね、いや本当は殺したいわけじゃないんだって言いながら殺すシーンみたいな、あるね、うん、あるよね。全然違うけどあるね。なんて、うん、いや、そう、全然違うから、全然違うか、
今はるちゃん泣きながら殺してる誰よだよ、わかんない自分あ、キューピンこれ、おお、これポンテンだ、ポンテンだ、これはポンテン取るね。さあ、どう取る。もうでも3万だと、もうリボルテ、うわぁ、カンウーマンにした。これちょっとさ、ちょっと止めるね、うん、枚数だ、これこれすごくない。これカン3万出上がりは無条件2着になるんだよね、うんうん、そう、うん、これもう換算番が全然良くなさそうっていうことなんでしょうね、多分ね。上がりに対しての感触が全然ないってことだね。けどこれで上がればとりあえず3着、うん、あるいは直ができれば、そうでこれで、ね、リアンワン通りました。リーチがパーマー取ってるんだ。通ってるよ。あ、ということは中筋を作ったってことだね。なるほどね。ああ、それもあったんだろうね、うんうん。でなんかこれリャンマン2枚目見せとくと、まあまあ8000って言われないんで、トップ目がちょっと安牌に窮したときに選んでもらいやすい。おお、自身の上がりがかなり上がり率が高いと、うん、でもこれすごいよね、やっぱり、うん、打点でローマン切るところだと思うから、うん、そう、その方が楽だもんね、うん、理由が明確にあるから、そう、押し切っていいもんね、うん、で残り2枚だとしても、だって上がれたらって言えるもんね。そうそうそう、楽することはできるもんね。そうそうそう。ただこの本当にちゃんと上がりに向かった姿勢、うん、これ本当素晴らしいなと思ったんだよね、うんうんうん、この初ね出たんだけど、実はこの初泣かないんだよね。これ今振り手なんですよね。ただこれ振り手にしないと数万報酬だもんね。そうね、だから選択として完璧よね。うわー、来た、この中和感でしょ。これだってね、シンドラ4枚乗ったらハネマンですよ。あっち、ハネマン直 OK だもんね。もうやっぱ勘したら顔抜かれるのね勘しなくてもハルちゃん結構顔抜かれてるんだ。なるほどね、美人が得。うわー、2枚使ってる1がちょっと勘してすぐ出たからね、一瞬分かんないよね。これね、32+4+2+2、僕できますよこれ。3900点です。ピンポーン、ちょうどね、ちょうど40分3900点ということは53差だったんで、53差は42は52だから100点変わんないですね。積もれば2着だった。そうね。でもこの上がりって結構本当にすごい上がりだなと思って、うんうん、はいはいはい、そうね、これなかなか上がれる、上がり拾える人いないですよね。そう、短期決戦だからこそ2着に上がるカンサンマンに取りたいところをカウマンにしっかり上がりがこっちの方があると思ってやって、うんうんうん、チューン安定してね、実際これ解説、うん、朝倉さんと矢島さんだったんだけど、うんうんうん、2着になったって言ってたんだけど、あまりにも早い展開すぎて、そうですね、一瞬なってるじゃないかこれみたいな感じじゃない。リーボー出てるし、残球に上がったしみたいな。これあの安冠と19杯のポンとある時ってパッと思っても一応検算するじゃないですか、合ってるようになって、ね、うん、検算してる間に上がっちゃってるからさあ、ということで最終戦ですね、はい。なんとハルちゃん、ありまして、うよ曲折ありましたが、はい、6回戦まで進出し、うんうんうん、現在のポイントがプラス 3.5 ポイント、うん、3.5 ポイントの8位、8位、9位ですか。8分の4までなんですよね。4までなんで今9位なんで、うんうん、まあ、1位がもう抜けたということで、うんうん、2、3、4、5、6、7、8、9、最初ね8人敗退って言ってたけど、うんうん、7人敗退でした、ね、なるほど、7人敗退なんですが、今現状9位と、うん、ギリギリのポイントと、で現状5回戦終了時の4位の人と 73.8 ポイント差ですね、うん、4位の人が 77.3 ポイント、うんうん、我らが最高位戦の友添さんですね。あ、なるほどなるほど。ということは、まあ、友添さん別宅なんですけど、友添さんが負けつつ、負けた時の友添さんのポイントをまくれるようにならなきゃいけないですね。そうですね、うん、まあ、この話はトップ欲しいですね、そこになるとね。トップは必須です。トップ必須、トップ必須で、うんうん、今現状のポイントも出てるんですけど、うんうん、プラス 88.1 の板川さんが、うん、現在2位なんですよ、うんうんうん、なので、うん、板川さんをまくれる、うんうん、まくれちゃえば OK と、うんうんうん、で今山越さんと高田さんプラス16とプラス15って書いてあるんですけど、うんうん、実はこの2人が
なるほど、ボーダー付近の2人なんですね。5位6位なんですよ、うんうん、なんで4位の友添さんが 77.3 ポイントなんですが、うんうん、その1個下が山越さんのプラス 16.0 なんで、うんうんうん、かなり差が開いてるんですよね。なるほどなるほど。なので全員がトップを取って別宅次第、うんうんうん、あるいはトップを取った時に板川さんをまくれてるかどうか、うん、はいはいはい、っていう条件ですね。なるほど。このタクで1位になっちゃえば、うん、ほぼ通過は間違いないんじゃないかという条件でのオーラスと。なるほど。トップの高田さんまで、約、まあ、28,300点差。めちゃめちゃきついですね。たったの8000オールですね。そう、はるちゃん親なんだよね、このラス親。ラス親でこういう時大きいですよね。大きい。さあ、おお、なんか本一っぽいぞ。いや、本一ね。ん？本一っぽい。本一っぽい。本一っぽい手が入りましたと。で、これもね、時間打ち切りあるんですが、はいはい、まだね、20分ぐらい時間があるんで、永久にね、連チャンできれば。時間は山ほどあんねんと。本一来た。あれ、これさ、高田さんまくるのはもちろんなんだけど、うん、板川さんもラスにしたいんですよね、うんうん、今回の条件としては。まあ、できれば全員ラスにしたいですね。全員ラスにしたい。1444みたいな。全員ラスにしたら OK だもんね。うん、ね、簡単。中地さすがにね、手材料的にね、せっかくこの手来てるんだったらね、うん、5% はね、ちょっとね、もう OK と言える条件じゃないってことだよね。なんなら 5% ならいいですけど、地位から入るとまあまあ日給ありますからね。あるね。そう、でもこれはるちゃんはもちろん中連見えてるでしょ。ん？え、中連見えてない人いるんだ、この手で。え、いや、1と9は確かに統一だけど、もうその時点でもう中連見るもんね。来たぞ中連と思いながらやってるじゃない。大丈夫？1、見てみて、ほら、うわ中連なんだよ、引いたわって思いながら、うん、まあでも本一のイーシャンティンかと思ってる。あのね、自分で本一って言っちゃったから、ね、今のカットです、今のカットです。絶対にカットさせないからね。あ、でもこれ8つものもなるね。リーズもトーン、本一さんあんこ、うん、リーするリーチでしょ、ほんまリーする終わっちゃうもんだってもう。そっか、じゃあリーしよう。おい、トンもトン2枚いき、トン2枚いき、あら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 、いやね、もう、あ、板川さん、テンポ調達してるんだか、カウンワンだったかとはさすがに思わない、思わない。はや、はよ、引けやって思いながらやってます。お早くしないと。あ、むずい、難しい。まあまあやめだ、完全にやめだ。あら、連発だぜ、闇ピンだぜ。いいピンとトン、ヤコさんもうやめてる。あ、これ闇点にしたってことは、うん、見逃す意識もあるのかな。ヤコさんさからは上がらないとかね。上がらないはありそうだね、うん、トップかつ、うん、着陣操作も必要ってことですもんね。高田さんがね、今ね、6級ピンでテンパってるんですけど、はるちゃんの6枚使いなんですよね。すごい固まってるか、すごい山にあるかみたいな6級ピンでもね、これ天下目で見るとトンまだ1枚あるよね。トンある、6000オールだ。か、積もるならリーチだったかって言いながら6000オール上がりますね。8000オールだったなんつってね、そうまくってたわって言いながらね。でもこの6枚使いの6ピン積もられると、まあまあメンタルきますね。きますね。さすがにね、上がられた瞬間に、ね、6と9の子倒す。こんなあんだぜっつって。ピンズばっか引くな。ねえ。いや、でもこの勝負手上がれないのマジきついな。ね、でこういう時に山越さんも降りてるからね。トン引いた。ああ、1個ずれてれば。切るはずないよね。一個攻めてれば6000オールだったのに。ってなるよね。なるね。うわー、これ上がれなかったか。これすごいですね、僕らの熱の入りっぷり。6月は思えないですよね。6月は思えない。これ自体6月ですからね。
うわ、表情変わってない。俺もうすごい顔くしゃくしゃになってるけどな、こんな顔になってるの、うん、これ上がれなかったら無理だよなと思いながらやるよね。お前ちょっと次ハイパイ取ったら上がってねえかなとか思いながら、ね、もう上がってねえしかもう無理だわって思っちゃうよね。毎曲上がってないかなと思いながらハイパイ取ってますからね、うん、上がってたことあります？ないないない。俺一回だけある。いいな。でもね、これネタがあってもう完全に余談なんですけど、ちょ、上がってねえか。上がってないな。天候でやったんですよね、うんうん、で僕天候でテンポ上がった時に曲始まる時自動ホーラーボタンっていうのがあって、はいはいはい、必ず押してから曲スタートするんですよ、うん、で親番だったんですけどハイパイが並ぶ間にちょっと飲み物取り出たら、うん、戻ってきたら上がってたんですよ。え、それで押したの？戻ってきて、あのね、上がり系見てないのその時だからあ、戻ってきてる。7万3000ってなってた。すごい、なことあるって思ったの。以上。それいつよ、それ結構前でしょ。天方位になる割と直接。すごい、それあげてよ、ね、はるちゃんに。いや、それあげちゃったら俺天方位になってないかもしれないからね。確かに危ない。さあ、ドラがパーピン、パーピンの受けはあったね、うん、高田さんのって難しいですね。現状トップ目で通過も見える。じゃあこのペンチーピンが残った時にどうしますかって、まあ闇点なんですけど、うん、その点が足りてるかどうか難しいよね。早い順目で、早い順目で闇点のテンパイ組んじゃうとそっからのね変化が結構難しいですね、選択肢が。しかもペンチーピンってかなりね伸びないもんね。ネック中のネックだもんね。なんならもうこの2ピン切らずにちょっと持っておきたいぐらい、持っておきたいね。けどトップで終われないことが最悪だから。そうなんだよね、このバランスが難しいよね。それははるちゃんも一緒だから、うん、とりあえずトップを取って別宅との勝負かな、うんうん、板賀さんまくれなかったとしても、うん、別宅の上2位3位の人たちが共に3着4着を引いて、うん、まあ、なおかつその別宅のトップだった人より素定を持ってられれば、うん、そうですね、っていうことだよね。山本さんはもうすでにこれもう数万個しか見てないですね、条件的に。役満積もだけだね。そう、役満積もんないとダメなんで、ピンズの3、4、5みたいなメンツが邪魔だと。お前らあんこじゃないもんだって。そんなもん持ってても意味がないとっていうことですね。うわー、いいシャンテンだ。さあ、これヤングマンどっちもポンできるやつですね。きっちりアルちゃん手配きっちり。なんか川と足し算したら国士かなみたいな国士かなぐらいだよね。でも国士いけないよねえ、ラス親でね。で、鉄板なかったら終わりですね。終わり、終わりの終わり。しかも神ちゃん現状通過の方ですもんね、うん、そう。でもうわ、テンパイ、もうこの時点で、はるちゃんはこう高い打点の上がりは諦めて最悪テンパイでいいやにしてるから、もうまず136で引っ張ってるんですよね。テンパイするためにそう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 、くっつけてね。そう、でもしょうがないんだけど、しょうがないんだけど、この初手出しして初1枚切れてでチュン切られた後の親の仕掛けってまあまあ怖くないですよね、あんまね。怖くないねえ。だからこれから、ね、そうだから本当僕も今完全にプレイヤーな気持ちになって見てますけどいやもうこうするんだけどさ、まあこうしたらこうなるよねみたいな、うん、そうなんだよね。チーしてこれでテンパイだ。そんぞ押した。現状このタッグから2人出ることはありえそうですもんね、うん、板川さんとしたらもう正直このまま終わるか着落ちがないですよね。ほぼないね。トップ面のリーチに補充しようが。そうなんでもうこれは自分が上がるかトップ面が上がるかどっちでも自分通過なんで、うん、あ、でも降りたよ。でも降りましたってことは、うん、漫画の補充とかは、うん、あ、でも大丈夫か、うん、もう90、100ポイント近くになるんで。親だけ怖いってことですかね。親に絵の補充は避けたいってことですね、うん、でも馬取ってないもんな。
確かに。あ、そうか、ヤンマンパーマン撮ってんだ。あ、なるほど。うん、中筋なんですね。いやー、テンパんない、しんどい。こういうカンリャンマンとウッパーピンとか夢に見ますからね、弾けなかった夢。これ弾けたらもう全く未来違うことあるもんね。でね、その次に麻雀の時にね、ヤンマン聞いて、お前じゃ今じゃねえって思うよね。なんであの時来てくれなかったのっていう。来ねえリャンマン血入ってるか来ねえ。ちょっと機嫌の悪い彼女みたいなこと言っちゃうんだなんであの時来てくれなかったの。はい、に対して。そうそうそう、いや、テンパんないよ山子さん。テンパり崩しても崩してもテンパるんだもんな。テンパり量で詰めてもね。あら、テンパり返した。テンパり返したよ。あのパーピン、さっきもね、板川さんのところにトーンいたじゃないですか、うん、今回も板川さんのところにパーピンいて、毎回あと1個ずれてればってなるよね、やっぱ。しかも今回の場合ね、あと1枚ずれてたらテンパりできるもんね、うん、そうなんだ。うわ、乗って腹が立った。一杯の厚さきっすねっていうのは大事でしたね。うん、でもよく戦った。お疲れ様、ハルちゃん。はい、今回はイエローこと中田と春菜プロのベストワンカップ準決勝の振り返りということで2人でやらせていただいたんですが、うん、皆様どうでしたか。あのね、あのいつもスタッフさんに尺が長いと怒られるんですよね。よく言われるよね。そう、今日もやっぱり尺は長い。今回ね、この、うん、じゃあ1曲に対して何分何分っていう風に考えたのに言われたんだけどね。喋り始めるとやっぱダメだね。あの1回戦目の、うん、あの経営式テンパの話から実際は本当、うん、40分50分喋ってたもんね、はい、ということで、うん、はるちゃんがね、はい、結果負けてしまったんですが、もう本当に最後までね、僕の代わりに、はい、僕の代わりってなんかよくわかんないけど戦っていただいて本当に決勝まであと一歩というところまで行ったんですが、うん、ねえ、惜しかった。ということで、どうもありがとうございました。ご視聴の方、チャンネル登録、高評価、はい、これからもよろしくお願いします。お願いします。それでは、さようなら。